待ってろよ。これに乗り込んで倒すだけでいいのかな。お、なんかびっくりマークがある。ああなるほど、ガラスを割って落としたと。そこもびっくりマークがあるけど、ああ爆発するのか。で向こうになんかいっぱいいるんだよね。てかなんか背景がすごい現代っぽいんだけど、現代というかなんかなんつうかな、私たちの世界みたいな感じの、すげえ工業地帯だね。キリないぞ。特殊なリバースを倒して乗り込む。ああ壊れちゃったな。いった、ちょっと待って、やばいやばい。とりあえずこいつに乗らないと。特殊なキーワースをまず倒すんだ。あいつか。オッケー、倒した。倒してちょ早く爆発してくんないかな。よっしゃ、でこいつに乗り込む。で何が違うのこれ。別に変わんなくないか。大して変わらん気がするけど。よし、左側のやつに乗り込む。 OK、 タックルだもんね。そんななんか変わんないぞ。ただなんだろう、敵の操作がすごくなってるって感じかな。てかさっきからねこの音楽がいろんなシリーズのボス戦の音楽使ってるんでしょ。よし次だ。それは興奮するわ。あーなんだ、あやばそうなの来たけど、こいつが本命かな。ギガースを倒せ。本命臭いね。あれ当たってる、あ当たってる当たってる。え、ちょっと待って、おこれゲームのシステムの穴ついてないこれ。あなわけないか、普通に来たわ。完全になんか動かなかったからさびっくりして。危ない、食らいやがれ。あそっちも強いな、これだ。よし食らってる。ほらよっと、あれ当たってなくないか。ほい、危ない危ない危ない。 FPS が動きしてるよ。どこ行った、あれどこ行った、あれあれ、あよいしょ、よし結構のダメージ。瞬間移動でき、ああよしよしよし、いいぞいいぞ。あなんだこれ、リンクだ。 ラルフ、え、こ、え全然シュガーラッシュの要素なかったけど、うんまあなんとなくわかる気がするけどよくわからん。大丈夫かソラ。ああ、俺は大丈夫。みんなは、うん、ボスは、うん、闇の回廊に消えちゃった。そうかソラ、なんとかならないのか。俺の力では闇の回廊は開けないよ。闇の回廊の中にバズが消えたのですか。そうだよ軍曹、打つ手なしだ。同じものかは分かりませんが、闇のモヤモヤしたものならキッズスペースで見ました。キッズスペースへはベビートイコーナーの出窓から通じています。私が先行して開けておきます。お手柄だ軍曹、行こうソラ。ああ、うん、絶対連れて帰ってきてね。頼りにしてるぜ。頑張れ、気をつけて。ああ、親友を取り戻してくる。お、ああ、さっきのミニゲームが遊べるようになった。さあ、行こう。よし、ハイジャンプとかね、覚えたので、これで、まあ、高いとこは楽々行けるって感じですね。
さあベビートイコーナーに行きま…ん?噛んでないよ。ベビートイコーナーに行きましょう。え?何これ?このなんかあれだよね、電源プレイステーションじゃないけど、よしなんか一瞬クレスに見えたんだよね。ちょっと待って、ゲームコーナーいろいろ見て回りたいかも。よし、これ絶対どうだろう。これみんなのテニスとかそんな感じでしょ。ストリートファイターの あいつサガットみたいな感じだったけど、これプレイステーションだよね多分元は。でもなんかプレイステーションと XBOX が混ざったような、なんかね、このデッドライジングっぽい感じのそれっぽいな。でも資料の腹渡っぽい感じもするけど、あれフォートナイトとかそういう感じかな。バトロワ系がする、バトロワゲー、バトロワ州がする。さあじゃあ行きましょうかね。うん、他にもなんかいろいろ見たいけど個人で楽しむことにしよう。時間がいくらあっても足りん。こっち側から行けるのかな。てか案の定バズなんか乗っ取られちゃったね。なんか悪い予感してたの当たっちゃったよな。そうだ、ラルフ使ってみよう。クリエイト、ああ、おで、ごめん、なんかよくわかんない、やっぱりよくわかんない。よくわかんないなあれを見て、あれが軍曹の言ってた出窓だな。なんか上って言ってたね。あ、ここか。はい、到着。キッズスペース、バズを助けようじゃないか。これで入り口が塞がってたのか。ギガースを使って動かせないか。わかった、やってみる。はい、なんすか。わあ、すげえ、おもちゃじゃないだろうもうこの性能。わあ、すごい。はい、ここ開けて開通できるようになったんだね。開通したんだね。で、それでちょっと異物を探そうか。この辺ありそうな予感がしなくもないが、意外とないんだよなトイボックスって。どうやって行こうかな。さっきのブロックが使えないか。パズルですか。あまり得意ではないが、さっきのギガスを使おうじゃないか。よし、あ、なんかもうこのギガス使うとあっという間ですね。ほんとキーブレードってそんな強くないんじゃないかって思っちゃう。こいつに乗ろう、シャア専用の方が強いから。どこへ行こうというのかね。よし、どこ行った。あー、もうなんかね、たまにスポーンし直すんだよな。ほらよ、よし、私の勝ちだ。さあブロック動かして、勝手にしてくれるのかな。もうそうであってくれ、パズルは嫌だ。まだ届かないね。いくつかやらないといけないっぽいですね。あ、なんかこの中楽しそう。どんどん登っていくみたいな。あそこ見た？どこ？あそこって言われてもわかんない。あそこに何かあるよ。あそこってどこだよ。そこなんかパルクールの練習場みたいな感じじゃないけど、
ただのアスレチックルームだと思うけど。あ、なんかある。なんのあのガンタンクみたいな。あ、ちょ待てよ、なんとなくこいつ倒さないといけない。よし、こいつだな。あとなんか2回くらい、いや、あと1回くらいやんないといけない気がするけど。そんな足りてないじゃん。結構全然だよ。滑り台っぽいねこれ。あー、ここ楽しそう。スピンニングカップできる。すごい、風船を蹴散らしていく。風船？ボールかな。いや、てか思ったんやけど、このアトラクション絶対目回って三半規管やられてゲロ吐くよ。うん、いい感じだね。あ、ここフリーフローできたな。ここに繋がってて、で、最後は異物発見。ああ、モバイルか。いらないんだよな別に。そんな遊ばないし、何か、まあ、トロフィー目的では遊ぶかもしんないけど。ブロックあったけど、どうやってこれ動かすんだろう。こいつに乗って、ああ破壊できるんだね。煩わしいな。一掃したね。さあ、マグネブロックでやっといけるな。え？なんだこれ？サボテン？ここ、これで闇の回廊まで行けそうだね。ここで FF が絡んでくるの。え、マジか。いや、音楽でびっくりしたけど、まさか。名前なんだっけ。名前ど忘れしたけど。はい、降りて乗り捨てていくね、ヨッシーみたいに。はい、ありがとうね、サボテンダ。はっ、よし、それじゃあ闇の回廊行きましょうか。バズの時と、行こう。バズをどうするつもりだ。見ろ、あの強大な闇を。お前たちの強い心のつながりが生み出した闇だ。心のつながりが、俺たちの絆が闇を生み出したって。違う。心がつながっていれば、どんなに離れていたって俺に力を与えてくれるんだ。闇なんか生み出さない。つながる心が力になるか。言い得てみよう。まさに心のつながりこそが光の力。つながりを欠いた無垢の心は、闇こそ心の本質だ。なんか難しいことを語ってるけど、どうでもいいからバズを元に戻してお前は消えろ。おもちゃが偉そうに。そう、俺はおもちゃさ。それがどうした。心のことはお前よりも分かってる。アンディが俺たちを心から愛してくれたからな。
ウッディたちは仲間と引き離されても、思い合う気持ちはより強くなっていた。何にでも心は宿り、つながることで強くなる。今もそうだ。きっとアンディたちもみんなを待ってる。ああ、俺たちはアンディの部屋に帰る。愛するみんながいる場所に帰るんだ。相棒も一緒にな。ゼアノート、お前たちがその心を否定するなら、やっぱりそこには光があるんだ。なんだと。撃って今だ。私はどうしてたんだ。ん？何のことだ？おかしなモードのスイッチでも入ってたんじゃないのか？そんなはずは。ありがとう、ウッディ。おかえり、バズ。バカボー。ん？そろそろ限界かも。みんな、頑張れ。人形にここまで強い心が宿るとはな。なかなか興味深い答えが得られた。私たちはアンディとの愛で心がつながっている。誰もそれを断つことはできない。まだ心を持たないおもちゃのようにお前には理解できないだろうけどな。空の器に心を生むことができるのは分かった。礼としてお前たちに贈り物を残していこう。待て。心のつながりをたどれ。なんだ。気をつけろ。あー、なんかこれ PV で見たことあるぞ、こいつ。危ないな。お、当たってる当たってる。いいぞ。ラグナロク。しかしどうやって倒すんだろう。攻撃の手段がよくわかんないな。とりあえず魔法で応戦してはいますが、ファイラーいけるぞ。建物が邪魔で見えない。すげえ蹴散らすなあいつ。で、ゼアノートは何が言いたかったんだろう。心のつながりをたどれ。あれはアドバイスなのか、その心のつながりをたどることによってあいつの目的が達成されるのかというか、なんなんだろう。テラの心はもう今のところ反映されてないんですよね、多分。行って行ってにゃろ。セカンドホームの強さだ。見せつけてやるぞ。ただし届かない。これやば。危ない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 。くそ。ウォーターって当たりづらいのか。オッケー、ソニックレブまで行ったぞ。からのウォータラ。当たってないよな、それって。お、なんかなんだなんだ、何が来るんだ。おーおーおー、なんだ。足りないな。あ、あれを伝ってフリーフローで、アスレチックフローでいけないかな。
からの、よし、いって、ちょっと待った、電話が来た。 OK 行こう。ちょっと飛ばされてる。セカンドフォームになるぞ。あ、マグネスフラッシュはちょっと硬直が長いのか。ちょっと待って、よし、吸い付いていくからな、これ。あともうちょい、ラストアルカナムで決められるかな。いやー、これ無理だね。ロデオロケット、さあ一緒に。ちょっと待った、今度はレイズの討伐だ。よし、行こうか。これで勝てそうな気するけど、近づけないね、ロケットでも。あ、いい感じ、当たった。フィニッシュで多分決まると思うよ、これ。よっしゃ、フィニッシュ行け。あ、当たれー。よーし、決まったね。ゼアノートに逃げられちゃったね。あいつは生きてばあり。ごめ ん、 みんなを元の世界に返せなくて。確かに残念だったな。ほんとほんと。ああ、まったくだ。右に同じであります。残念。このまま元の世界に戻ってたら絶対後悔してたからな。せっかく友達になったばかりなのに、もうお別れなんて寂しいだろ。みんな、ずっと意地になっていて悪かった。許してほしい。大切な仲間を心配してのことだから仕方ないよ。ウッディは逆に無茶するからさ。ん？バズがその分しっかりしてくれてるんだよ。無茶するところは空みたいだね。ん？空分僕がしっかりしてるんだ。バズみたいかな。多分俺たちが元の世界に戻ったら、ソラたちとは会えなくなるんだろ。でも、アンディのことはいいのか？大切な友達なんだろ。アンディとは心がつながっている。そのつながりを信じていれば、すぐに会えるさ。ああ、ソラたちはあの黒コートを追いかけるんだろ。私たちがついていくことはできないが、安心してくれ。みんなソラたちと心がつながっている。俺たちはいつも君たちと一緒にいる。ありがとう。さあ、旅立て、無限の彼方へ。最後、いいとこ取りしたね、バズ。名台詞で終わっちゃったよ。あ、来ましたね。ファボデビューティー、大切な友達、トロフィーゲット。ファボデビューティー、言いにくいな、この武器ブレード。高い攻撃力と、ブーストハンマーとドリルパンチに変。
それ、目覚める力は戻りそう？それまた聞く？旅の目的でもあるからね。ロクサスのこと考えてたんだ。ロクサスの心は俺の中にある。でも、心を宿す体がないんだよな。戻し方は、レイディアントガーデンで調べてるよね。だったら、体のことも考えてるかも。モバイルポータルで、誰かと通信してみるかい？イエンツォだっけ？よし、連絡してみる。あ、ソラかい？うるさい！ちょっと、あれ、なんで王様が？実は今、リクとレイディアントガーデンに来てるんだ。ソラたちに伝えておきたいことがあったんだけど、そっちから連絡が来たから驚いたよ。ソラ、何かあったのか？みんなに相談したかったんだ。ロクサスの心を宿せる体ってどこかにあるのかな。心を宿す体。レプリカ。え？レプリカなら人間と全く同じだ。レプリカって？そうか、ソラは知らないんだな。前の13機関は心を宿す器としてレプリカと呼ぶ人形を作っていた。人形とは言ってもそれこそ心を宿していない人間だ。心さえ宿せばレプリカは人間そのものだった。じゃあそのレプリカさえ見つけられれば姿も元のままのロクサスになるのか？ああ、干渉した心と全く同じ姿になる。それだ。後でエンツに聞いてみるよ。元13機関だし何か知っていると思う。そうだね、頼むよ。あいつらもレプリカを探してるのかな？違うよ、黒い箱だよ。あいつら？13機関とマレフィセント。あ、どう？ねえねえ、だからおろそ、すみません。いや、ちょうどよかった。僕らも13機関のことで話があるんだ。え？じゃあ一旦ロクサスたちの件はこっちに任せて、ソラたちはテラの方を頼むよ。ちょっと、ちょっと。向こうは相変わらずのようだね。それがソラたちのいいところです。さて、マーリン様にカイリたちの衣も預けたし、賢者アンセムの研究室を訪ねてみよう。はい。はい、ってことで、そうだね、もうここはクリアしたってことになってるね。オッケーオッケー。はい、ってなわけで次回スターライトウェイじゃないよな。え、何これ。じゃあキングダムオブコロナですね、やっていきたいと思います。ラプンツェルですね。はい、ってなわけで最後までご視聴ありがとうございました。いや、ちょっとトイボックス長かったかなといったイメージがあったんですが、そんなことないのかな。はい、あとロクサスの体のためにレプリカを探すっていうことなんですけど、レプリカを探すのか、作るんじゃなくて、一体どういう展開になるんでしょうね。はい、そういうことでまた次回ですね、このラプンツェルキングダムオブコロナでお会いしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。ファモー。